オリコンスタイルをご覧の皆さん、こんにちは、神木隆之介です。最初そのアマヤとお話を伺った時に、そのいやアマヤって言ったらこの漫画の中で一番強いやつだよな、あれどっちだっけ、あれ強いやつだよなっていうなんかちょっと疑問というか、あのどちらかというとそのパワー系じゃない容姿というか、なんかこうあんまその筋肉もいっぱいついてないし、だけど原作のアマヤはあのもう怪物みたいなパワーを出すような人間で、えなのにアマヤなんだっていうのが一番驚きが一番ありまして、目つきとか間とかあと喋る速度とかあとまあトーンとか、まあ、立ち振る舞い方、まあその容姿以外のそういう身振り手振りとかっていうのでちょっとこう、うん、危険さ鋭さっていうのをどう出せていけたこういけるかなっていうのはすごく考えながら毎カット毎カットやってましたね。あのまあこれ監督の口調なんですけど、はいはい、これ本当に10年前からあの変わってない口調なんですけど、その衣装合わせの時にそのどういう風なその狂気さっていうのを出していったらいいのかっていうのをまあ伺って、僕がそしたらまあまあまああの神木さんの中のアマヤでやっていただいて、もう自分の中でもう神木さんのアマヤでって言って、これ監督の口調ですよ監督の口調なんですけど、でもあの任せていただきまして、それであのいろいろ試行錯誤して考えて、で現場に行って自分なりの甘えをやってみました。大丈夫でしたかって聞いたら、うん、大丈夫ですって言っていただいたのであでも良かったと思って安心しました。ありました、やっぱりなんかこう10年前に一緒にやらせていただいて、こう成長してるのかなって、こういう演技をしてくるのかなこいつはっていうようなこの予想があるのかなと、中にその大体こんな感じで来るのかなっていうのを絶対超えてやりたいって、なんかあそう来たかって、あこんなにもなんかこうパワーが出せるのかとか、こんなことができるのかって思ってほしいっていうのがすごくあったので、あのまあ本当に僕の課題としてはもうどれだけ狂気的にできるかって、怪しくできるかっていうのが課題だったんですけど、そうでした。そうですね、前カット前カットやっぱそれも勝負でしたね。そのキャラクターがボスが動いたら こうリアクションするとか、例えば飛んで地面が揺れたからこうリアクションするとか、でもちろんキャラクターとの会話もありますし、そういうところがやっぱり一番苦労したっていう点が、みんなとの温度差が出ないようにっていうのはすごく苦労しましたね。まあ、その各それぞれその気をつけてたと思いますし、まあ、ボスが飛んで、まあ、ドーンって揺れて、だけどその揺れと僕らのその撮影の時のリアクションとずれちゃいけないんですよね。やっぱりその揺れすぎても僕らがこうリアクション取りすぎてもダメだし、取らなさすぎてもダメですし、だからそういうところがこう目の前にいるっていう想像力の次の想像っていうのがすごい、やっぱそこが難しかったですね。いや悪い役楽しいですよ。楽しいです。なんかこうなんかこう不気味にする演技とか、なんかこうこいつ何考えてるか分かんないっていうような、あのそういうキャラクターを演じるのすごく楽しいので、まあ、いろんなことに挑戦、とりあえずやってみないと、まあね、だって日常で、ね、こんなこと、ね、あまや、ね、できないですからだけど、まあ、役者としてあのやってみないとわからないその領域っていうのがあるので、なんかこうそういうところにどんどんチャレンジしていって、
こう自分はどこまでいけるんだろうっていうことをなんかどんどん試して挑戦していけたらいいなっていうのはすごく思ってます。映画神様の言う通り、とても皆さんに楽しんでいただける疾走感のある映画となっております。ぜひ見に来てください。よろしくお願いします。